で学校では勉強をしないで慰問袋作りがとても多かったんです。それは、国語の時間には兵隊さんへの手紙頑張ってくださいと書いて、お習字の時間も絵の時間もみんな慰問袋に入れてやる絵を描いたりお習字を描いたりしました。折り紙をしたり、工作の時間は折り紙をしたり、それはみんなお母さんたち婦人愛国婦人会ってその頃は呼んだんですけど、お母さんたちの手で作られる慰問袋に入って、戦地にいる兵隊さんを慰めたわけだったんですね。で、まあ後で、ね、もうそれから1年ぐらい過ぎてから南方諸国の方で軍艦が沈んだとか輸送船が沈んだとか、そういうことを聞くようになってからは、本当に自分が夜遅くまで書いたお習字、連水山本五十六なんて書いたかな、それから、お友達が紙もなくて、置き薬って言って農家では薬をこういう富山の薬屋さんが来てこういう袋に入った大きい袋に入ったものをかけておいて、風邪とかお腹が痛いとかそういう時に飲んだもんです。その袋の紙しかないって言って、黄色い厚い紙でしたけど、それで折った勝ち鶴っていうんです、あの頃は言ったんですね、鶴ですけど、それを送ったんですけど、お船が沈んでしまったら、あんな夜遅く前で書いたお習字だとか、友達が大切なものを破いて作った勝ち鶴はどこ行ったんだろうと思って、眠れなかったことをよく覚えています。そんなことで学校はほとんどが兵隊さんに関するというか戦争に関することで、授業もろくろくできない、少し上級生になって5年生ぐらいになると勤労奉仕で、戦争に行っているお家、それから戦死したお家、そういう人を優先にして、稲刈りはみんな小学生が手伝いに行きました。土手でいただくおさつまの、それこそ1本ぐらいずつしか分けていただけないおやつがどんなにおいしくって嬉しかったか、今でも忘れません。それから、6年生になると、学校から5、6キロ離れたところに、今は日光市になってますけど、そこに、飛行場を作るわけで、重い農具ってマングワって言うんですが、それを担いで5、6キロの道を歩いて行って、そして陰天か水もないところで飛行場になるところを耕して草や木の根をきれいに覗いたり、そういう仕事をしました。本当に子供にとっては、まあ大げさに言えば死ぬほどつらかったことほどつらかったです。お弁当はご飯なんか持ってこられる人はなくて、お芋だとか、まあご飯にしても農家であってもお芋や野菜ばっかりだったような、本当に米粒がくっついているぐらいのお弁当を持って、そこで勤労奉仕をしました。そういう苦しさは子供、私たち子供をいくらでも負けないぞ負けないぞっていう、打ち手しやまん、あの頃の兵庫に打ち手しやまんっていう言葉があったんですけど、もう打ち手しやまん打ち手しやまんの気持ちで飛行場を開校したことを覚えています。